これ以上のところまでできないという形でやってきたので、これで形というか、まあ、自分の中で優勝しかないと思って、優勝できない場合にはもう彼とやめようかと、まあ、試合の方は引退しようと、まあ、自分でそう思ってます。男が人生をかけて下した決断、自分の中で技的なところも 軽くてですね、このままでいけるのかという不安なところもあったんで、まあ、肉体的な面、心理的な面、どちらもちょっと不完全的なところがあったものですから。全日本ウェイト制大会軽量級制覇、華々しい活躍の平野が味わった壁、空手世界一決定戦のワールドカップ、日本代表として戦った平野、しかし不完全燃焼のまま負けた。自分の中では全然足に選手とやって勝てるという気持ちよりも大丈夫かなと、ちょっとやばいなっていうところが不安、自分の中でやっぱり負ける一つの要因、大きな要因だったのかなと思います。平野はその不甲斐なさに一度は空手を捨てた。新極真会の理念、心を極め最強の空手を追求する。勝ちたいと思う思いが強くなければ勝利はない。平野は1年かけて心を鍛え直した。これで通用しなかったらそんなもんだと思って諦めるしかないでしょうし、まあ、昔の、まあ、あんま言い方あれなんですけど、武士っていうのは一つ一つの瞬間がやっぱりその時の生死、生きるか死ぬかっていう問題で、負ければ死ぬっていう問題があったんで、そこまで私は今回ちょっと突き詰めて考えてるんで、負ければもう負ければ死ぬというか、もうそのままもう試合の方もちょっと引退というふうに考えてますから、本当に力すべて出し切っていきたいと思います。帰ってきた福島県空手界のエース平野が引退をかけてその頂に挑む。です、解説は新極真会三平道場の三平刑事師範です。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。三平師範、今回の愛弟子とも言っていい、はい、平野健二選手が、はい、まさに引退をかけて戦うと、まあそうですね、師範としてどのようなお気持ちですか。そうですね、まあ、それだけその試合に勝ちたいというか、優勝に強い思いを持ってるんじゃないですかね。はい、その優勝するためにはですね、どんなところがポイントとなりそうですか。そうですね、1回戦でどのくらい動けるかと、どのくらいそのスタミナ、また自分の蹴りなりパンチの重さを感じて、まあ、その辺からこう組み立てていくんじゃないですかね。今日9時前に会場入りした平野選手、まずは準備運動やいつも通りの基本稽古を行いました。終始笑顔ではあるんですが、その表情からは強い決意のようなものを感じられます。昨夜は緊張して何度か起きてしまったと語っていたんですが、今朝は家を出てくる前に奥さん、そしてお子さんに力を出し切ると告げてきたそうです。優勝するしかないと望むこの試合、一体どういった試合展開を見せてくれるのでしょうか。はい、わかりました。山田さんにはまたこの後も随時この平野選手の様子などを伝えてもらうことになっています。さあ、まもなく引退をかけた戦い、平野健二選手の初戦が始まります。福島市の国体記念体育館です。第23回東北空手道選手権大会、引退をかけた福島県空手界のエース、さあいよいよ平野健二選手の初戦となります。その表情には全くブレがありません。平野の初戦は2回戦、相手は伸び盛りの若手、神奈川の稲見。平野選手、2回戦からの登場となります。三平師範、はい、さあいよいよ試合が始まりますが、はい、本人も言っていました、この初戦がキーポイントとなるわけですが、相手の稲見選手どうですか。そうですね、若いですからね、積極的でいきます。さあ試合が始まった、平野が行く。さあ平野、ゼッケン21番の平野健二です。いつもの温和な表情とは全く違う引退をかけた戦い、平野選手ゼッケン21番、相手をまだじっくり見ている状況と言っていいですか。そうですね、はい、この相手の稲見選手なんですが、まだ若干20歳ということで、平野選手とは16歳の年齢差があります、はい、この年齢差をどう凌駕していきますか。そうですね、はい、だんだん技を見切っていくと思いますから、はい、
この空手の試合は3分の試合時間となっています。そして三平さん、はい、このルールなんですけれども、寸止めルールとは違います。はい、そうですね。力と力、技と技をこうぶつけ合うというこのあたりにこう魅力ありますね。そうですね。はい、さあ平野選手、この試合もし負ければ引退をしてというふうに試合前を話していました。その平野選手、手数が出ます。相手を見て下突き、接近します。レフリーが話します。試合時間は残り1分30秒、半分が過ぎました。相手をしっかりと見ています平野、うん、さあ前に出て右の中段です。左、うん、だんだん技が決まってきましたね。はい、はい、どんどんこれから出していかないと、うん、さあ前に出る平野、左前に出る、うん、相手をしっかりと見ています。目つきがこうなんていうか鋭い感じがしませんか。今日はスリップです。時計が止まっていますが残り1分となりました。平野選手は今日は突きですね。平野選手のこの自分の得意な突きをですねどんどん出していきたいと言ってましたが、その突きはどうでしょうか三平さん。そうですね、決まって技が決まってますよ。相手のはほとんど手を出してますけど、はい、全部カットしてるんで、はい、そういう意味では、はい、見えてるし、決まってますね。はい、よく見てもらうと分かるんですけど、相手のは全部手前でさばいてますから、はい、相手が嫌がってきますよね。はい、そして平野選手のこのスタイルいかがですか。姿勢ですね。そうです、いいですね。いい、背中がピシッと立ってると、はい、パンチとかけるに重さが乗るんで、はい、さあ残り20秒となりました。平野が前に出ます。一つ一つの技に切れ味がありませんか今日は。そうですね、はい、空手に大切なこの自分の気持ちっていうんですか、その思いっていうのが伝わってくるような感じがしますね。はい、そうですね。さあ平野選手残り10秒となります。平野選手は2回戦からの登場。相手の稲見選手もしっかり見て技も効く。さあ平野が出る、左から行く、効いてますね。平野が行く、前に出る。残り5秒切った今試合終了。さあ平野健二選手、今日の初戦の結果はいかがでしょうか。はい、白が1、2、3、4、主審も平野を選択しました。5対0、平野初戦突破です。さあ平野健二選手、いよいよ準々決勝に進出です。4試合引退をかける平野の登場。相手は軽量級の実力者、宮城県のエース渋谷武史。平野選手がいよいよ準々決勝第4試合登場ということになります。負ければ即引退、極限の状態まで仕上げてきました。さあ平野選手、選手が一体どのような戦いを見せてくれるんでしょうか。三平さん、平野選手の今日の動きご覧になっていかがでしたか。そうですね、相手の技は見えてるんで、はい、あとはどれだけ効かせるかだと思いますね。はい、戦う相手は渋谷武史、宮城初段です。さあ試合が始まった、いきなり来た、いきなり中央にお互い踏み込んでいきました。そして笛が鳴る、赤が振られます。渋谷にこれ注意ですね。そうですね、掴んでますね。はい、はい、相手の道着を掴んだということで渋谷選手に注意1になります。注意が2つになりますと減点ということになります。平野が出る、平野の左右の突き、右からかなり動き良くなってるんじゃないですか。そうですね、はい、平野選手1回、この前の2回戦ですね、2回戦は最初は相手を見てるようなところもあったんですが、掴んでますね。あ、もう、はい、どんどんこの準々決勝になりました。しかし相手の回し蹴りが今胸に入りました。いや、まだ大丈夫ですか、はい、ダメージありませんか。ですね、はい、さあ平野が前を見ています。平野選手、16年間の空手人生すべてをかけましてこの大会に臨んでいます。負ければ即引退というふうに公言しています。三平師範が作ったこの大会で何とかして優勝したいんだというように話しています平野選手。さあそのゼッケン21番の平野が全てをかけてこの東北空手道選手権に臨んでいます。相手の膝蹴りを受けて、しかし右からの三平さん、はい、残り試合時間半分になりましたが1分30秒。そうですね、お互い、はい、攻め合いしてますね、はい、どちらがその気持ちを切れずに続けられるかですね、攻撃を、はい、
平野選手なんですが、渋谷とはですね、何年か前に対戦してますね。この大会ではないんですが、その時は渋谷選手が勝ってるんですよね。そうですね、膝蹴りが効いたんで、効いてますね。ボディにパンチが集まってきましたね、平野選手。渋谷選手の表情にちょっと変化が現れてますね。そうですね、平野選手の技が効いてきました。若干ボディ効いてますね、ですから今大技を出しましたけど、当たればいいというのと、ちょっと休みたいというので大技出してますね。その当たりはしませんでしたが、このように少し、時間を取るという、これもまあ戦術ですよね。残り50秒、平野が行きます。左右のパンチ突き、相手のこう技はうまく避けてますか。そうですね、パンチはあんまり入ってないですね。かわしてますね、さあ平野が前を見て得意の突き、総合力で戦う平野。自分はこれといった技がないので、とにかく総合力で戦うと平野は言っていました。気持ちで戦うんだ、平野はそう言っています。残り20秒、ボディ効いてますね。若干ボディが効いていて、相手の表情がちょっとこう苦しそうな表情になってますね。そして相手の技をかわして左右の連打、膝蹴り、前に行く、前を見つめる、そして前に出る、まだ前に出る平野。さあ判定となります。全力を出して戦い切りました。準々決勝ベスト4に残ることができるんでしょうか。平野健二、白が1、2、3、4、平野勝った。5対0の判定勝ち、平野がベスト4進出になります。平野今しっかりと握手をして、相手選手と試合を称え合って、そのように試合が今終わりまして、平野がちょっとほっとした表情も伺えます。平野選手見事ベスト4進出です。引退をかけた戦いに挑む平野。ワールドカップに出場した平野、しかし惨敗。その不甲斐なさに一度は空手を捨てた。自分の何が何でも勝ちたいという、いろんな空手やる理由はあるかもしれないけど、そういったもう一回精神的な部分を見つめ直して、もう一回一応作り上げたいなと思っています。1年かけて心を鍛え直した。そして挑むのは体重無差別の東北空手道選手権。体重ってものは一つの形の表れであって、今回無差別ということで自分の重い人を出るって言うんですけども、自分で体重軽くても強い人はいますし、自分が今出せるものを作り上げてきたんで、そういった形でも今回は自分の中での、挑戦と、自分の中のこれまで36年間生きてきたわけなんですが、そういった挑戦という形で表せればなというふうに思っています。家庭、仕事、全てを犠牲にして極限の状態にまで仕上げてきた。これで負けるなら空手を続ける意味がない。平野はそう言い切る。負ければ昔で言うと当然死もあったわけでしょうし、武士道の世界では私も同じように今度の試合はそういうふうに位置づけて、負ければもう負ければ死ぬというか、そのままの試合の方もちょっと引退というふうに考えてますから、本当に力全て出し切っていきたいと思います。平野健二の準決勝、相手は体重差25キロの若狭博之。準決勝第2試合、この平野健二、今回引退をかけて戦います。負ければ即引退。その平野健二が今この若狭博之に立ち向かいます。初段福島、今登場してきました平野健二。気合を入れる、体格差があります。三平さん、この若狭選手とは体格差がかなりあります。平野選手、さあどういくか。ファーストコンタクトはすでに終わっている。三平氏は、この若狭選手とファーストコンタクト、 それで相手のですね、様子を見てから試合の状況を決めたいと、自分の動きを決めたいと言っていました。今のところどうですか。いいですね。いいですか。いいですよ。後ろにちょっと下がってますが、なんとか中央に戻ります。平野、動きはいい。自分から仕掛けても、おっと、今のは顔面ですね。顔面に入ったということで注意が若狭選手に与えられます。赤の旗が振られています。
さあ続行です。さあ平野が行く、平野から行く、自分から仕掛けてるからいいですね。自分から行っている、そうそう、気持ちが出てますね。そうですね、はい、どうですかこの気持ちの部分なんですが、平野選手今のところ全くブレることありませんか。そうですね、あとは本当に、押されないということと膝蹴りを気をつければ、はいはい、今の下段もそうですけど、そうですね、あれを気をつけた方がいいですね。身長差がかなりありますから、そうですね、相手の膝蹴り、そして下段がですね、自分のこう懐に入ってきますね、はい、そこを気をつけなくては、気をつけなくてはなりません。平野選手、平野健二です。いいですよ、はい、自分から必ず仕掛けるようにしてますから、はい、大事なことなんで、小さい人は、はい、自分から仕掛けていくと、そうそう、もう相手に臆することなく、そうですね、自分から行くことが大切ですね。この平野、一度は道場に通うことさえやめたと言います。2年前のワールドカップ日本代表としまして負けてしまいました。そのことが気持ちでも負けていたと、その時にそれで一度空手は諦めました。しかしまたこの世界に戻ってきました。この1年間は家庭を犠牲にしてこの空手に取り組んできました。また復活、そしてこの上にこの試合という場にまた立って決勝に進んでいくのか。いいですね、この大会でもし負ければ引退と平野を話します。残り時間1分です。三平さん、はい、見ててドキドキしませんか。そうですね、はい、さあ平野が相手に今なんとか、出してますね。足もいっている、手数足数まだまだ疲れた感じはありませんね。そうです、はい、おっと若さが倒す、若さが押していった。この体格差をどう克服するのかがこの戦い。さあ平野選手、自分からいっている、若さも左右の突き、横突きで応酬。今日若狭選手もかなり調子はいいみたいですね。そうですね、スピードがあります。そして左右の横からのパンチ、若狭が相手を押していきます。しかし平野もすぐ中央に戻って、そして自分から行く左の前蹴り。三平さん、この後平野どういう戦い、あと10秒です、残りどうでしょうか。今のところどちらが有利ですか。まあ、基本的にあの若狭選手は技はそんな出てないんですよね、はい、体で押してるだけで。さあ試合が終わった、判定を待ちます。平野かそれとも若狭か、判定、赤が4本、赤が4本、若狭が吠えた、赤、若狭博之決勝進出。そして平野健二、ここで敗れてしまいました。平野健二引退となってしまうんでしょうか。平野選手ここで姿を消してしまいます。平野選手ゼッケン21番、この大会ここで姿を消すということになりました。お疲れ様でした。すいません、攻撃力ありましたね。いや自分もやってるしたよ。いっぱいいっぱいで汚い組で、すいませんでした。どうもです。お願いします。ありがとうございました。すいませんでした。ナイスナイスナイスです。弱いんでダメでした。まあ、結論が全てですから、勝負の世界なんで。まあ、とりあえずこれで負ければやっぱり終わりと考えたので。まだやっぱり気持ちのあれがつかないんで、ちょっと落ち着いてから、すいません、逃げかもしれないんですけども、決めたいと思います。すいません、後悔はないんで、自分の中では精一杯やったんで、今の試合も負けは負けですけど、今持ってる力は出せたと思うので、まあ、とにかく若狭選手が強かったんで、そういうことだと思いますんで、やっぱり理屈ではちょっと、やっぱりもっとあれを上回るだけのパワーとか、そういったものは大事なってくるんで、理屈じゃないので、こう動けば、ああ動けばいいとか、諦めないだけじゃ勝てないレベルでした。今の私はちょっと勝てなかったと思います。